アメリカ軍の訓練移転などが計画されている西之表市の馬毛島について、防衛省が環境アセスメントの評価書を今月12日に公告し、早ければ即日工事に着手する見通しであることが関係者への取材で分かりました。防衛省は西之表市の馬毛島にアメリカ軍の訓練移転や自衛隊基地の整備を計画し、現在環境アセスメントの手続きを行っています。関係者によりますと、防衛省は手続きの最終的なまとめとなる評価書を今月12日に公告する方針を固めたということです。さらに12日には馬毛島の森林の伐採など可能な範囲で工事を開始する見通しです。計画をめぐって塩田知事は去年11月に理解せざるを得ないとして計画を容認する考えを示した一方、西之表市の矢板俊介市長は未だに賛否を明らかにしていません。2人は今日鹿児島市内の新年会に出席していて、報道陣の取材に対しそれぞれ次のように述べました。しっかりその工事の安全であったり、あるいはその環境影響評価書に基づく環境保全措置、そういったことをしっかりと行っていただきたいと思っております。評価書にを議題とするようなですね、協議の場というのも今日程調整中ですので、そういうところも踏まえながらですね、また考えたいと思っています。市長の賛否表明がないまま着工というのは手はずとしてあり得ることなんですか？いや、そういうことがないようにとは思ってますけど。政府はこの馬毛島について滑走路や管制塔の整備費用などを盛り込んだ3000億円余りの来年度予算案を閣議決定しています。去年1月、当時の防衛大臣が馬毛島の整備を決定したと発言してからわずか1年で工事が始まることになります。防衛省は来週早々にも県と西之表市に説明に訪れる予定で、現在日程を調整しているということです。